下し文とは、上位下達を目的として、平安時代中期以後に、上位の機関から、下位の機関もしくは個人に当てて出された命令文書のこと。元来、上位下達の文書としては、公式様文書では不及び帳が用いられていたが、発給までに受け印など複雑な手続きを要したために時間がかかった。そこで上件の意を受けた。 文書発給担当者が直接文書による上位下達を行うことで条件の意向を代理することが行われるようになった。その先駆けとなったのは、大上官からの命を受けて弁管局が発給した感染時で条件の意を受けた弁官が直接命令文書を下したことから弁官下し文みとも呼ばれた。11世紀以後、蔵人書や院長などの領域監視や 苦行の万所をはじめとする検問の火星機関などにおいて同様の形式の上位達文書が作成されるようになりこれらをまとめて下し文みと呼ぶようになった。鎌倉幕府の将軍も苦行として万所を設置することができたため、右対将火星食下し文、将軍火星食下し文の形式で命令が作成される場合があった。下し踏は ま、真書体の漢文、書家年号による年月日記載など、公式様文書の定裁をとっているが、応印が省かれ、遺書も簡略化され、細かい書式の際が除かれるなど勘弁であったこと、命令の対象者、または命令による利益教授の主体となる、当事者が直接文書の成分を交付されることによって、後日公言として用いることができたこと、荘園公領制の成立や、 律令制の主観に伴って既存の公文書発給機能が衰退したこともあり、平安時代中期から中世前期にかけては、期間、階層を問わず広く用いられたため、下し文を呼びこれに派生する書式の文書を、家文用文書と呼ぶ、古文書学者もいる。下し文は、差出機関名が書かれた公と相手先の名称が、書かれた行の間に、下という文字が入り一目で、 命令文書であることを示している。次に概要を示すことがき、さらに具体的な内容を示す、事実書が続き、最後に発給年月日と発給者の遺書が加えられる。差出し期間名の入った下し文の場合発給に、関与した職員が署名し、別当などの上位者は、文書の上段に、会社である左官来、暗種、処理などは、文書の下段に署名することになっていた。 また、差し出し期間のない下し文は命令者イコール、発給者となり自らが初判を行ったが、署名がなく文書の袖に顔を加えた、袖反した文、署名が文書屋上に置かれた屋書版、屋上初判、奥下に置かれた、奥下初判、発給年月日の行の真下に署名する、草下初判に分けられる。袖反した文は4位もしくはそれ以上のものが、 事情により下し踏みを直接出す場合に用いられ、以下発給者の身分が下がり、奥下諸藩や草下諸藩は6位以下の官人の下し踏みとされている。鎌倉時代に入ると、将来の権利移転イコール当事者の変更を見越して、相手先の名称を省いた下し踏みも登場するようになる。下し踏みは、鎌倉時代後期に、高書諸家が登場すると衰退し、 室町時代には書冊様文書によって取って変わられることとなる。ありがとうございます。